皆さんこんにちは、レク専任講師の雲野です。今日は、皆さん方に司法書士試験秘密の合格テクニックを一つ伝授していこうと思います。それは赤字で書いてある皆さん方疑問を解決してくれる人が近くにいますか。この司法書士試験、非常に情報量が多く、そして長く勉強をしてしまっている方もたくさんいらっしゃいます。長くかかってしまっている方に共通するのが、出るところと出ないところ、そこの区別がもうつかなくなってしまっている。そして、自分でやみくもに分量を広げて手を広げてしまう。その結果、本当に重要なところをここに力をかけずにですね、自分が良かれと思って、細かい知識などに手を出してしまう、そんな傾向があるように思います。そんな時に頼れるですね、講師ないしは、先輩の合格者、そういったような頼れる存在に、今の自分の勉強が正しいのか、そして、この方向でいいのか、きちんとアドバイスをもらえれば、やみくもな勉強というのは防げるはずです。そして今インターネット等でいろんな検索等ができてしまいます。例えばちょっとわからなくなった時に、そういった検索ツール等を用いたばっかりに、逆に得なくてもいい知識を得てしまったり、はたまた間違えた覚え方をしてしまったり、なんてこともよく見聞きします。そんな時こそ本当に疑問を解決してくれる人、それがやはり近くにいるということが、どんなに皆さん方にとって心強いことだか皆さんもお分かりだと思います。この疑問を解決してくれる人、ぜひですね、近くに確保していただきたいんですね。そこで皆さん方にご提案なのが、私が実施いたします渋谷駅前本校で生クラスが開講します。15ヶ月合格コースは、とにかく皆さん方と私との距離が近い、皆さん方とにかく質問をたくさんしてくださいます。そして私は中上級のクラスも持っておりますので、中上級受験生、過去の受験生の方も、ずっと質問等面倒を見ています。そして全国の受験生の方とは、電話でもって個別電話相談を毎日のように実施しています。特に皆さん方がよく質問されてくるのは、勉強の仕方、スケジュールの立て方、もちろん法律の内容も疑問を、ね、解決するために聞いてくださいますが、非常に講師と生徒さんとの距離が非常に近い、そして皆さん方本当にいろんなことを聞いてくださいます。そして、必ず情報を聞いて解決して、それを自分の勉強に生かして、そういう質問をできる環境を提供していくからこそ、私の受講生は非常に皆さん早く受かっていけるんだと思います。ぜひですね、この渋谷駅前本校で開講いたします15ヶ月合格コース、興味のある方はレックの各本校コールセンター、または渋谷駅前本校に直接受講相談においでください。実際の講義をご覧になっていただくこともできますので、一人でも多くの皆さんに体験していただくことを期待したいと思います。それでは今日は、司法書士試験秘密の合格テクニック一つ、伝授をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。